今回はどうしてこんな灰色になってしまったかと、こんな灰色になってしまった時どうするのかっていう動画になります。7号スリット鉢です。ここに1株ずつ植えます。11月1日の植え込みから時間の経過と成長の違いを見ていきたいと思います。こちらは肥料入りの培養土です。そしてネメシアのメーテル、ターメリック黄色です。これは6号鉢に植えます。これも肥料入りの培養土です。ネメシアは秋から春にたくさん出回る花苗で、寒さには強いけど高温多湿に弱い多年草です。少しだけ表面落としてお尻をほぐして植えます。どちらかというと秋に買って4月頃まで楽しむっていう方が長く咲いて、秋に植えておくと春に大株で楽しむことができます。ネメシアの育て方、特に切り戻しについては、よかったら以前のこちらの動画を見てもらえると分かりやすいと思います。この4鉢は元肥を入れて植えました。で、次は元肥を入れずに植え付けます。赤玉が6、腐葉土3、鹿沼1の割合で混ぜていきます。ちょっとこれだとかなり水はけが良くなってしまうかもしれないので、もうちょっとピートモスとか入れた方がいいかもしれないです。6号鉢に 3.5 号苗1株です。この2鉢は元肥なしで植えてます。植えてから約2ヶ月です。咲き終わった花の花柄をそのままにしておくと、茶色くカサカサになってきて種ができます。自然に落ちて発芽するんですが、種を取って巻いてみても OK です。結構たくさん取れました。植えてから3ヶ月後、今回は肥料切れするとどんな状態になるかを見るために元肥なしで植えたのですが、肥料入ってない方は葉が黒紫みたいな色になってます。それに比べて肥料入りは寒くても葉が青々して花もよく咲いてます。肥料があるかないかでこんなに差が出ました。これだけでも秋の植え込みの時の肥料は冬の花の状態を大きく変えるっていうのが分かります。
こちらは株も大きくなってなくて、次の花も上がってきてません。でも中をよく見てみると、新芽と花芽も少し見えます。ネメシアもこんなに差が出ました。肥料入りの方は葉も緑で茂って、次のつぼみもたくさんあります。でもこっちは葉の色も薄くて新芽も出てきてません。鉢植えの場合、特に肥料切れは起こりやすくて、こういう状態になりやすいと思います。今、これは肥料の違いで、こんな成長の違いになってます。今からこちらに肥料を足していきたいと思います。追いつけるかどうか、肥料を足していきたいと思います。まず、速効性のある液体肥料です。液体肥料をたっぷり与えます。今日はめちゃくちゃ土乾いてていいお天気なので、だいたい500ミリリットルぐらいあげました。さらに固形肥料も入れておきます。これは7号鉢なんですけど、株がまだ張ってないので2錠入れておきます。そしてネメシアの方も液肥です。500倍の液肥。プラスこちらもプロミックを2錠入れておきます。肥料は水やりのたびに溶けてゆっくり長い期間かけて効いていきます。このままよく日に当てて、次土がしっかり乾いてからまた水やりをします。前回液肥と固形肥料を与えてから13日経ちました。だいぶ緑の葉っぱが出てきました。あと花芽も上がってきてます。ネメシアの方はちょっとまだ反応が遅い、葉っぱの色薄いままです。この肥料入りと比べるとまだだいぶ色悪いのが分かります。ネメシアの方も全然育ちが違うのが分かります。雨が降ったこともあって、水やりは2週間ぶりです。前回の液肥以来の水やりです。で、今日も液肥の水やりをします。めちゃくちゃ乾いてたので、今日は下から出るぐらいたっぷり与えてます。そしてこれよく見るとネメシアのこぼれ種がいっぱい発芽してきてます。こぼれ種でどんな感じで育っていってくれるか、ちょっと観察していきたいと思います。この色薄い方にもこぼれ種いっぱいこぼれてます。種がいっぱい落ちて発芽してきてます。一回雨に当たったので、これが9日ぶりの水やりです。ビオラはだいぶ色が戻ってきて、もう紫の葉っぱもほぼない状態、もうこんな感じでちっちゃい細かいグリーンがいっぱい出てきてるんですけど、
ネメシアはちょっと今新芽が出てきたかなっていうぐらいです。まだ葉っぱの色が薄いです。この固形の肥料がお水やりのタイミングが冬はあんまりないので溶けてない状態、固形肥料はいまいち効いてないと思います。なので今日はまだちょっとビオラの方はまだ濡れてるので水やりなしにして、ネメシアの方また液肥足したいと思います。だいぶ葉っぱの色が良くなりました。もともと肥料が入ってたのと比べてもかなり追いついてきたのが分かります。めちゃくちゃ乾いて葉っぱも柔らかくなってます。なので今日も液体肥料の水やりをします。ネメシアの方もまだ肥料入りの方まではかなり大きさが違うんですけど、だいぶ色が戻ってきて新芽も吹き始めてます。これは数日前にあげてまだ土が湿ってるので今日は水やりなしです。もうちょっと追いつくまで時間がかかりそうです。土もだいぶ乾いてきたのでもう一度だいぶ追いついたんですが、もうちょっとぐっと追いつきたいのでリキダス活力剤の水やりします。だいたい200倍ぐらいに薄めてます。ネメシアの方はなかなか追いついてこない感じです。ちょっと葉の色はまあ戻ってはきてるんですけど、まだ薄くてボリュームがないので、こっちも今日は活力剤の水やりします。前回液肥あげてから8日経ちました。活力剤あげてから4日です。また今日土結構乾いてるのでちょっと今回は違う肥料微粉ハイポを薄めてあげてみようと思います。だいぶ葉っぱの色も濃くなってきてます。ビオラもかなりボリュームもアップして葉っぱも緑になって肥料入りに追いついてきました。ビオラの方はちょっとまだ濡れてる、土濡れてるんですけど、ちょっと一緒にもう合わせて微粉ハイポの水やりしときます。今日は乾燥してて気温も高くなるのであげても大丈夫かなと思います。
この寄せ植えも10月15日に植えてもう5ヶ月ぐらい経ってます。ビオラの葉の色はちょっとこんな感じで薄い色で紫がかってます。花上がりも悪くてだいぶ伸びてしまって葉の周囲が紫になってます。寄せ植えでたくさん植わってるっていうのと、もう植えてから5ヶ月も経ってるので、もともと入れた肥料はもう切れてると思います。今からまだまだ咲いてくるので一回切り戻して肥料を追肥したいと思います。でこの鉢にはチューリップも植わっているので、もうすぐチューリップも出てきてくれると思います。鉢の大きさぐらいでカットしてます。これからは気温が上がってくるので復活も早いです。内側にチューリップも見えてきてます。これで追肥していくと、またチューリップが咲いてくる頃にビオラも咲いてきてくれると思います。今日の夜雨なので、とりあえず固形肥料だけ足しておきます。次乾いたら液肥も足したいと思います。11月1日に植えてから約4ヶ月ちょっと。こっちが肥料なかった方です。液体肥料が4回で、固形肥料を追肥して活力剤が1回、元肥入りの株に追いついてきました。これから気温が上がってくるともっと早くボリュームもアップして追いついてくると思います。ネメシアは液肥が5回、固形肥料を1回、活力剤が1回で、ここまで追いついてきました。こっちも気温が上がってきたら、もっと早く追いついてきてくれると思います。この下の発芽してきた芽も、今ようやく4枚葉っぱが出てきたところです。これもちょっと今から楽しみに育てていきたいと思います。秋に早めに植えた方とかは、もともと入れた肥料がもう切れてて、葉っぱの色が薄くなってたり、花上がりが悪くなってたりすることがあると思うので、これからまだまだ5月まで咲いてくれるので、今伸びてたら切り戻ししたり、そこで追肥したりしてあげると、今からもりもり楽しめると思います。そしてそのもりもり楽しむのは楽しみたいんですけど、今からもうねちょっと暖かくなってきたらすぐアブラムシがつくので、今ちょうど株元にオルトラン巻いておくとアブラムシの予防に効果が大きいと思います。特に茂ってるやつとかは、肥料がよく入ってるやつとかは特に寄ってきたりするので、肥料を与えたらこのオルトランでアブラムシの予防も
一緒にするのがおすすめです。あとネメシアとかちょっと病気になりやすいなっていう植物にはお値段が少し高めなんですけど、こっちがおすすめです。これアブラムシとかを予防してくれるだけじゃなくて、 BT 菌って言われる作用によって植物の病気に対する抵抗力を高めてくれるっていう成分が入ってます。なのでこれを株元にちょっとちゃんと測ってください。私は適当なんですけど、バーベナとかで1株 5g って書いてます。立ち枯れとかには効かないと思うんですけど、うどんこ病とか灰色カビ病とかになりやすいのにはこっちがいいかなと思います。これからが一番たくさん咲いてくれる季節なので、ちょっとこんな葉っぱの色に心当たりがある場合はよかったら追肥してみてあげてください。はい、ご視聴ありがとうございました。